大高醤油チャンネル始まりました。ゆりなです。久々久々です。あ、すいません、皆さん、今まで私の動画がポン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 流れていたのでお久しぶりの鈴木くですよね。おい、すいません、鈴木くファンの方本当すいませんでしたで、久々登場したと思えば、はい、はい、新作スタバすごくない？メラメーラフラペチーノです、はい、そしてパチパチトリック、このトッピングがね新しく出たんですよ。これただ口の中入れてパチパチパチってなるやつ、なんか駄菓子とかでよくあるじゃん、多分それだと思う。へえ、これ何？ハロウィン？ハロウィン、ハロウィン、うん、ハロウィンで色が赤、青、オレンジ、ランダムでやるらしい。ランダムで、ランダム、開けてみよう。あ、じゃあここに振りかけるってこと？え、蓋外すの怖くない？これ、え、外すの？外さないでしょ。だってこの中に入れるんだよ。でもここの穴から入れるんじゃない？そんな器用なことできる？ちょっと開けます。同じ色だったらどうしよう。でもランダムっつってだからあのさあれ、さっきあの店員さんににこやかに説明されたよね。そうだよね、ランダムで出てくるからお楽しみにしてくださいって ね、3種類もあるんでしょ、うん、で2人いるんでしょ、うん、なんで2人ともオレンジなの？なんで、楽しみにしてたのに、なんで？いいよ、ここ気合わなくて。もうこれ選ぶ権利なかったからね、うん、あ、そのまま食ってみる。なんかチョコレート感が、あ、でも、あ、鳴ってる鳴ってる鳴ってる、おもろおもろ、うん、おもろいやつだ。で、すごいね、これ、これさ、これだけで買えないのかね、やっぱトッピングとして買わないといけないのかな、うん、そうだよね、そうだよね。だって子供に楽しくない？これ、いろんな飲み物、いろんな飲み物に入れられるのかな。いやどうだろう、一応別で買えたけどね、わかんない。あ、でも100、そうだね、そうだよね、別で買えた。すごい、見て、こんなんなりました。サムネも何も撮ってない、大丈夫？あ、サムネちょっとね、いや、もうパチパチがまだ、あ、裏についちゃった、裏が、裏がパチパチしてる。私入れちゃったけど、いいよ。OK。こんな感じでサムネ撮影しております。じゃあいただいちゃおうかな。はい。なんかね、ベリー系らしいよ。混ぜたら何もなくなっちゃった。真っ白。はい、びっくりした。垂れたかと思った。あ、違います。違います。違います。ゴミです。はい、お疲れお疲れ。お帰り、まあ、今日もね、いつものごとくラーメン屋帰りということで。本当、マジで練乳っぽい。あ、本当だ、がっつり練乳。あ、言ってたね、うん、甘いってなんかね、練乳みたいな甘さってお店の人に言われて、うん、練乳って思ったらマジで練乳、マジ練乳だ、うん、あれ、さっき青も綺麗だったけど、あ、でもうっすらここに青いのもね、うん、ここに下に溜まってるよ、美味しい、うんうん、もしもし、はいはい、50円多い、うん、250円だよ。あ、うん、あ、うん、はい、あ、すごいパチパチ。ずっと電話してる時に口からパチパチ。気になってしょうがないよね。向こうは聞こえてないのかな。うん。あ、でもすごいパチパチ、すごいね。すごいパチパチする。あ、面白い、楽しい。あ、こ
これはね、うん、ちょっとこれ期間限定なんでしょ、うん、じゃあこれちょっと試した方がいいね。あ、でももう終わっちゃうと思う。ハロウィンだから、うん、10月31日だから明日まだ来週、来週まで、うんうん、でもね、みんなで分けた方がいい。こんな練乳の飲み物こんな飲めないよ。本当に甘い。甘いけどしつこすぎる甘さじゃないから、うん、飲めちゃうは飲めちゃうね、これ。私も飲めると思う、これは、うん、そういえば船旅行ってきました、うんうん、ちょっと動画見ていただいたと思うんですけど、なんかここ痒いな。どうでした、私のいない間と動画を見て。まあ、いない間は平和だったよね。どういうこと？え？どういうこと？だって怒られる人もいないから。いや、怒ってないわ。怒ってないわ。そう、うん、寂しかったでしょ。うん、うん、うん。でも、なんだかんだって言って、大丈夫かなとかって心配するよりも、要所要所で LINE はなんかちょこちょこやってたから、多分寂しいんだろうなと思って、すごい連絡くんの連絡くんのプライベートなのにこっち。でもね、誕生日の前日にいなくなってるんですよ、私、うん、だよね、うん、そう、27からいないから、うん、そう、多分寂しかっただろうなって思ったら、すげえ LINE くんのいらない、いらない、休ませて。だから多分、うん、なんかあの半分仕事気分がずっと抜けてなかったでしょ。動画の撮影もしてたし。そうなの、みんないたわってほしい、そこ。私はね、プライベートも動画回してるので、結構やっぱ残るよね、そこはね、うん、仕事気分が、うん、仕事気分。でもこっちはもうほら古い仕事気分だから。まあね。はい、LINE。でね、またその LINE の返信がね、早いんですよ。あの、はい、携帯見てるもん。常に携帯持ってるもん。しかもさ、死んじゃう、死んじゃう。興奮して死んじゃうよ。そう、仕事だったらわかるの、内容が。うん、全然さ、なんか、焼肉食べてるなんか、社長との写真みたいな。え、全然いらない今。そうだ。そうでしょ。月1回。そうだ、月1回の。そう。いらない、その報告で、みたいな。で、そこにね、私が参加できればいいじゃん。参加もできないし、こっち焼肉ないし、はい、そんなこと言われましてもね、あ、いいね、美味しそう。しか返すことがない。そうね。え、何だったの？確かに。でしょ？あれ送ったね。うん。何だったの？こっちも楽しんでますよみたいな。そう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 、ちょっとこう張り合わないとさ。ね。しかもこっちはもう誕生日前日なわけじゃん。うん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 。だから寂しくなくて、うん、祝ってもらってるんだよって、まあ俺の祝いじゃないんだけど。そういうのをちょっとこう出しとかないとね。なるほどね。うん、そういうことか。うん。うん。チャンネル登録者数1500人突破いたしました。うん、ありがとうございます。うるさい、今のパチパチ、ちっちゃい、このパチパチよりうるさかった。うるさい。そう、あの、あっという間にね、行っちゃいました、ね、船旅で一気にまた、うん、ドンって超えたね、うん、で1500人突破したら、うん、YouTube ライブをやるっていう話を前にさせてもらったんですけど、どうしようかと考えた結果、11月2日にやろうかなと思ってます。時間はお昼、うん、12時から1時とか、うん、そんな感じでやろうかなと思ってるので、皆さん見に来てください。初めての YouTube ライブですね。どんなアクシデントが起きるか分かんないもんね。うん、怖い。てかやったことがないから、まずできるかどうかも分かってないからね、うんうん、ね、ちょっとわからないけど、途中で切れちゃうかもしれないしね。いやー、なんかわかんない、ほんとやったことないから。そう、音声とかもどこから入るのかもわかんないし、ほんと何もわかんないから、ちょっとね、難しいけど。いや、なんかとんでもないこと喋っちゃうのも嫌だし。そう、そうなの、カットできないからね、うん、編集してって言えないもんね、うん。パンチラとか興味ないか。別にそこいいか。うん、俺のパンチラだね。そう、
だうちらの入れ墨がバレちゃうとか、うん、それは禁断すぎるね。うん、うちらのあの背中の輪彫り、うん、バレちゃうとか。まあでもゆくゆくはね、そこ当ててもらうのはいいかもしれない。何が書いてあるか。私富士虎のエビちゃんの絵背負ってるな。そうでしょ、うんうん、でもね、そんなこと言うと、うん、私が言うと、うん、結構シャレにならないとか言われるとしょうがないんで。入ってませんよ。入ってないの、うん、一箇所も、うん、でも入れたいって言ったことあるよね、うん、タトゥーを入れたいなって、うん、フーさんとか言える。出そう。出そうとか言っちゃダメだよね、うん、うん、そうそう、いいセンスしてんね。ふさんいいじゃん。いや、私みにする。みなんだ今の。ミッキーとミニー迷ってミニーになっちゃった。まあそんな感じですよ。まあとりあえず帰ろうとしてるの。11月2日、うん、12時から13時の間にライブを行います。はい、そんな感じで、うん、その12時から1時の間にはやるんだけど、1時間きっちりやるかわからない、うんうん、その間はにはやろうかなと思ってます。ラップ文化、うん、こんな感じです。なので見ていただければなと思います。やば、一緒のポーズ。合わせた角度一緒だったでしょ。やだやだ、いい大丈夫大丈夫、向いてないから、アイドルみたいなの、うちらは。そんな感じで、はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Facebook、Instagram、Twitter もやってますので、これよろしくお願いします。またね、バイバイ。これからもよろしくお願いします。2日の日ね。そう、2日。はーい、合わせて私に。できるんだ。でも難しいかな。おる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 。できるできる、すごい。